マルエフェリー株式会社は、鹿児島県鹿児島市泉町に本部を置く、海運会社。本社は、鹿児島県奄美市なぜ入船町にある。旧社名は、大島運輸株式会社。奄美大島を拠点に事業を行う有村商事から、分離し、1953年12月1日に、設立。創業者は、与論投資。船舶の運航を行う海運業を営んでいるほか、 物流業などを営む関連会社も複数ある。かつては、機械等で、路線バスの運行も行っていたが、2010年10月に、関連会社の奄美航空に譲渡された。詳細は、バス事業を参照。かつて、沖縄航路などを運行していた同業の有村産業とは、創業者同士が、親戚関係であった。バス事業については、バス事業を参照。 ファンネルマークは、オレンジに赤丸の中に赤字でアルファベットの A が書かれ、余白は白色となっており、衣装の特徴であるアルファベットの A は、本社が所在する奄美大島の頭文字にちなんでいる。また、喫水線上の船体塗装は上半分が白、下半分が青であるほか、船体側面中央には赤字で A、ラインの ロゴマークが書かれるとともに、選手には3本の青線と赤丸の中に赤字でアルファベットの A が描かれている。なお、これらの衣装などは、子会社の天海海運が運航する船舶でも同じものを採用している。船ごとの設備の違いから利用できる客室等級が異なる。那覇港に停泊中のフェリー明のフェリー波の上から、本部港琉球エキスプレス後有明東京港。 有明十号地不当、フェリー並みの上鹿児島港、クルーズフェリー流二21東京港、有明十号地不当に役中の琉球エキスプレス神戸港、六港船客ターミナル琉球エキスプレスへ20フィート内港コンテナの積み込み風景。沖縄県、那覇新港不島にて2003年6月30日、撮影。車地は寄港しないことがある。深夜のなぜ港に入港する。 琉球エキスプレスなぜこう、新構地区乗船券、フェリータカチホはかつて、大島運輸の子会社、春ミ汽船が所有、運航していたが、1991年6月に一人乗り漁船と衝突事故を起こして、相手漁船は大破し、船長が骨折するなどの重傷を負った。また、1999年5月16日には、プレジャーボートとの衝突事故を起こしている。 さらに、2006年4月には、東京から那覇に向かう、途中の四国、足摺岬沖において、漁船との衝突事故を起こしている。2007年2月9日に発生した、高吉丸の当て逃げ沈没事故では、同13日の那覇進行接岸後に船長が、船首部を目視で確認したところ、衝突とみられる、作家痕を発見したため、会社を通して、 大重艦区海上保安本部へ通報した。同社は、同14日午前中、10艦の自己加害船舶の調査中に衝突の事実を認めた。同日午後、前日の那覇気工事20艦へ提出していた、同船の塗料サンプルと、被害船に付着した塗料が一致したことが確認されている。15日午後、東京港有明フェリー不当に接岸後、海上保安庁と、 海南審判理事所が立ち入り調査を行った。同日夜に那覇振興へ向けて出港したが、17日夜に那覇振興に接岸後に実艦は業務上過失往来危険容疑で捜索し、運航ニュアルなどを押収した。2007年6月7日、この事故で宮崎海上保安部は双方の見張りが不十分だったことが事故の原因と断定し、 同船の元航海士と漁船の船長の二人を業務上過失往来危険などの疑いで書類送検したほか貨物船の当直の配置が安全管理規定より少なかったとして同社を内航海運用法違反の疑いで書類送検した過失の内容として海上保安部は漁船側には定員を超過していたため創業時に見張りを十分にしていなかったこと フェリー高千穂川には運行時に見張りを十分に行っておらず、運行体制にも不備があったことを挙げている。この事故で九州運輸局は同社に対し、見張り、体制が不十分として安全確保を求める命令を出した。これに対し同社は、航行中は必ず乗組員二人以上による見張りを行うことや、全船舶が寄港する那覇港に沖縄運行管理室を新設し、 運行管理室長という新たなポストを設けて乗組員の指導を徹底することなど4つの改善点を盛り込んだ報告書を九州運輸局鹿児島運輸支局に提出した座礁した有明から七里美浜2009年11月に東京から渋市に向かうフェリーが三重県沖で転覆した事故11月12日17時に東京港有明フェリーふを出港し 風速秒速15.3メートル、波高4.59メートル、波周期10秒の強い追い波の状況下で2400トンの貨物を積み21ノットで渋士港へ航行中の有明が13日午前5時40分頃、三重県沖の熊野灘にて、左限後方から瞬間的に強い波を受けた。これにより、右舷側に25度の傾斜が発生し船体が左に、 急旋回、その後、一旦45度まで傾斜した後に、30度から35度程度の傾斜で推移した。左旋回で北北西に変身したことにより、右舷側から風を受けるようになったことで一時は、傾斜が25度程度まで回復したが、徐々に傾斜が急になった。乗客7人、乗員22人は、 第四艦区海上法案本部により全員救助されたが、船体は、その後、道県三浜町にある七里三浜の200メートル沖合の浅瀬で座礁し、約90度傾き横転した。事故原因は、復元力が低下する追い風航行中に下舷肩から高波を受けて、右舷側に25度の傾斜が発生したことで、固い真示されていない積載コンテナが横滑りして、 固いましされていたコンテナや車両などに荷重が加わり、固いまし装置が破断して、右舷側に積載物が寄ったため、これにより、船体が左急旋回し、旋回中に第2波を受けた傾斜が40度を超えて、完全に復元力を失ったことにあった。重油漏れを伴う事故となったため、座礁現場付近では漁業を取りやめるなどの被害が出た。地元では、 早期撤去を求める声が上がった。これに対し同社は、現地で船体を4分割して撤去する計画を提案したが、周辺環境への影響を懸念する漁協は納得しなかった。交渉の結果、損害の全額保障の明記、安全確認のために漁協が行う試験操業や、サンプル調査にかかる費用負担も盛り込んだ覚書を交わし、船体の撤去を開始した。 順調に進めば2010年4月下旬に撤去完了の見込みであった。しかし、2010年3月9日の悪天候の際に、船体を4分割する作業のため船体に入れていた切れ込み部分の金属疲労により、操打室を含む船首部分など、船体の半分近くが崩落した。部品や積み荷などが流出し、一部は和歌山県の海岸まで漂着し、 新たな漁業被害も発生した。撤去担当業者の深田猿ベージは、船体の崩落を受け、撤去完了時期を当初の4月中から6月頃へ、最終的に撤去の完了は2010年12月24日までずれ込み、翌年1月4日より、現場周辺での漁業は再開の運びとなった。2010年1月13日には、国土交通省九州、 運輸局局安全環境部長名で安全管理規定に従った船内巡視を徹底することや貨物を固定するマニュアルを作成することなどを文書で指導された。これに対しまるエフェリーは乗組員による船内巡視を要領に基づき厳格に適用し安全管理規定にコンテナを含めた作業基準を追加作成し、好転予想される航海ではあらかじめ固定が必要と される車両への固い増し目は、具体的に固い増し目方法を記し、各船舶に即した固い増し目マニュアル。この事故は、2014年に韓国で発生したセウォール号沈没事故と比較されることがある。事故の原因こそ異なれど、経緯がよく似ているとされ、また同じ造船所で建造され、そして同じ運航会社に所属するなど、共通点は多く、 乗客7名だけとはいえ、セウォール号と異なり死者がなく、船長は最後まで現場で指揮に当たる最後に救助されていることから、セウォール号の事故の後、韓国で注目された。天マ海,海運のフェリー機械路線バスの車両は指定かつて、天マ群島の機械島において路線バス事業を行っていた。同事業は1975年、東亜国内航空から譲り受け死当者にて、 直営していたが、2010年10月から関連会社の天見航空に移管された。バス路線路線バスは、北本線、南本線、中央線の3路線がある。ありがとうございます。